コディ・オースティン・リードは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のタンパベレーズ所属。2013年の MLB ドラフト2巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホフォールズ・チュカーズで、プロデビュー。15試合に登板して0勝1敗、防御率6.07。 25奪三振を記録した。2014年は A 久レキシントンレジェンズでプレーし、19試合に先発登板して3勝を9敗、防御率5.46、58奪三振を記録した。2015年は A 久ウィルミントンブルーロックスと AA q ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーした。2015年7月26日にジョニー・クレトとキンセントのトレードで、 ブランドン・フィネガン、ジョン・ダムと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ペンサコーラ・ブルー・ワ・フーズでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で26試合に、登板して13勝9敗1セーブ、防御率2.241、144奪三振を記録した。2016年は、開幕をトリプル A 級、ルイビル・バッツで迎えた。 6月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、18日のヒューストンアストロズ戦で先発してメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは10試合に先発登板して0勝7敗、防御率7.36、43奪三振を記録した。2017年は12試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率5.09、 17奪三振を記録した。2018年は開幕をトリプル A 級ルイビルで迎えた。2019年5月4日にスコット・シェブラーがオプションでマイナー降格したことによりメジャーに昇格した。翌日トリプル A 級ルイビルに降格した。17日にメジャー昇格を果たしたが、再び翌日にマイナーリーグに降格した。 27日にピッツバーグパイレーツとのダブルヘッダーにより、ロースターの26人目としてメジャー昇格した。2回を投げ、3安打を許すも無失点に抑えた。28日に、レッツは再びトリプル A 級、ルイビルに降格させた後に、左膝内側側側副人体の連座で7日間の故障者リスト入りを発表した。2020年8月24日にディエフェとなった。 2020年8月28日にライリー・オブライエンとのトレードでタンパベイレーズへ移籍した。ツーシーム気味の速球、カッターのような高速スライダー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。